七クマ。俺は遠藤翼、大学1年生。今はこれからレポートの質問をするために講義を担当している教授の研究室に行くところだ。大学に入学して半年が経ったが、興味のあることをとことん勉強できる大学の学習スタイルが俺には合っているようだ。高校までは一つのことに集中しすぎって親に怒られてばかりだったけど、大学に入ってからは口出しされなくなったのも楽なんだよな。失礼します。俺が研究室のドアを開けると、あら遠藤くん、いらっしゃい。4年生でゼミ生の松本美玲さんが出迎えてくれた。こんにちは。今日も先生に質問？はい、そうです。美玲さんは学内でも有名な美女で、モデル活動をしているという噂を聞いたこともあった。美女どころか女性と話すことに慣れてない俺は緊張してしまうのだが、そんな俺にも彼女は親切に接してくれる。憧れの先輩を絵に描いたような人だよな、美玲さんって。すぐ戻られると思うからそこに座って待っていかない？はい、そうさせていただきます。そんなに緊張しないで。はあ、そう言われても。いつもは美玲さんと教授の他に一人二人しかいない研究室に、今日はたくさんの学生が集まっていた。なんだよ、みんなバイトあるのかよ、休めねえの？今日は賑やかだな。ゼミで何かイベントがあるのかな。邪魔しちゃ悪いよな。そんな俺の内心に気がついたように、ミレイさんが俺にお茶を出してくれた。今日は騒がしくてびっくりさせちゃったよね。この後何かあるんですか？俺出直した方が。ううん、気にしないで。実は今週の土曜日に研究室対抗のフットサル大会があるんだけど、みんなの予定が合わなくてちょっと困ってるのよ。そういうイベントもあるんですね。ええ、まあ必ず出席しないといけないイベントってわけじゃなくて有志なんだけど。あ、遠藤くん、土曜日って予定ある？え、俺ですか？土曜日朝バイトがあるので午後なら。本当？じゃあよかったら参加してもらえないかな。お願い、顔出してくれるだけでいいの。わかりました。他のゼミも参加するなら3年生になった時のゼミ選びの参考にできそうだし、顔出すだけなら。ありがとう、みんな。1年生の遠藤くんが参加してくれるって。これで6人だから参加できるわよ。おお。研究室にいた先輩たちに注目され、にわかに緊張していたところにちょうど教授が戻ってきた。おお、遠藤くん。あ、先生すみません、レポートのことで質問が。おいおい、あんな陰キャ君誘って大丈夫かよ。去年は惜しいところで負けたから今年こそ優勝したかったんじゃないのか？そうだけど、みんな予定があるし。まあな、試合は5人制だけどベンチ要員ゼロだと出場自体が認められないからな。と言っても怪我人が出るほど本気でプレーするわけじゃないし、あいつの出番はどうせないか。まあ俺がいれば大丈夫だよ。うん、頑張ろうね陽介。ミレイさんと約束したフットサル大会当日、バイトが長引いてしまって俺が大学に到着した時には集合時間ギリギリになっていた。あ、遠藤くん、こっちこっち。すみません遅くなって。ううん、時間ちょうどだよ。今日は来てくれてありがとう。お、本当に来たんだ。ベンチ要員だからプレーすることはないと思うけど、ありがとうね。いえ。名前なんだっけ？遠藤翼です。じゃあ翼って呼ぶからよろしく。は、はい。緊張してんのか？ベンチだってのに真面目か。私も翼くんって呼ばせてもらうね。そういえば翼くん、ルールわかる？フットサルですよね。今来る途中に目を通しました。今かよ。すみません、サッカーと同じかと思ってて。結構違うんですね。ああ、まあそこまで細かいルールではやらないから気にするな。
ベンチで俺のゴール見て盛り上がってればいいんだからね。今日はミレイに俺がいいところを見せて、今度こそ俺に惚れさせるんだ。今日は優勝すると近所の居酒屋さんで食べ放題なの。頑張ってみんなで美味しいご飯食べようね。はい、よろしくお願いします。あ、トレッシュで来てくれたんだ。あ、はい、バイトで使ってる靴でそのまま。へえ。へ、どうせトレッシュって分かってないで使ってるんだろ。たまにいるんだよね、サッカーやったことないのにトレッシュ履いてるやつ。スポーツショップで適当に選んだらトレッシュだったんだろ。陽介さん、めちゃくちゃ俺のこと見てるな。トレッシュじゃまずかったかな。フットサルシューズじゃなくてもいいってミレイさんが言ってたんだけどな。そんなことを考えている間にミレイさんたちのゼミの試合開始時間がやってきた。こっち、よし。ミレイさんは身のこなしが軽く、フットサルコートにいてもとても輝いていた。ミレイ、ヘイ。陽介、任せろ。陽介さんは経験者なのが見ていてすぐに分かった。もともとはディフェンダーかな。1試合目はミレイさんのチームの快勝だった。陽介さんが2点決めて、チームはさらに勢いづいてきたように見えた。皆さんお疲れ様です。ドリンク並べておきました。あ、サンキュー。陽介さんうまいですね。まあね、小学校から高校までやってたから。そうなんですか。じゃあどこかの大会で会ってたかもな。そして迎えた2試合目、こちらでもミレイさんも陽介さんも絶好調だったのだが。よし、ゴール前まで運んだ。ここで決める。あれ、陽介くん大丈夫ですか。いってー。陽介さんは足首をくじいてしまい、ちょうどそのタイミングでハーフタイムを迎えた。陽介くん大丈夫？大丈夫大丈夫。俺テーピング持ってきます。翼、なんでテーピングなんか持ってるんだ？しかも手慣れてる。バイトで使うことがあるので。翼くん、何のバイトしてるの？この近くのグラウンドで小学生のサッカーチームのコーチを。そうなの？へえ、こんないかにもガリ勉っぽいやつがコーチ？どこも指導者が不足してるって言うからね。翼くんがサッカー経験者なら心強いわ。後半は翼くんに出てもらいましょう。え？大丈夫だって。テーピングしたし俺出られるよ。俺の代わりが翼に務まるわけないだろ。ダメですよ。あ？確かにテーピングはしましたけど、無理したら歩けなくなっちゃいますよ。な、そんなことあるわけ。陽介、無理しないで。ミレイ、遠藤くん、悪いんだけど出場してもらえるかな。は、はい。もしかしてこいつミレイにいいところ見せたいからって俺にあんなことを言ったんじゃ。出られる。でも本当に高校の時だって何度も怪我してきたんだ。この程度の怪我。そう言って陽介さんは後半にも出場したのだが、やっぱり無理よ。くそ。ミレイさん、俺アップ追ってます。いつでも行けます。あいつ。翼くん、お願い。はい。陽介さん。え？陽介さんが作ってくれた点差、俺が絶対に守りますから。おう。急に顔つきが変わった。こうして俺は陽介さんに代わって試合に出場することになった。翼くん、ありがとうね。いえ。よし。は？すごい翼、あいつ何者だ。いや、頑張ってるね。先生、人数が揃わないとミレイ君から聞いていたが。おお、遠藤君も出てるのか。え、あ、はい。さすが全国大会出場経験者だな。え、そうなんですか。おや、知らなかったのかね。まあ無理もないか。高校までサッカーばかりしてたから、大学では勉強に専念したいと言っていたからな。そうだったんだ。今でもサッカーとは関わっていると聞いてるが。
確か自分も所属していたこの近所のゴールデンセブンベアーズだったかな。え？小学生の頃何度戦っても勝てなかったチームだ。あいつがそのチームのコーチ？試合は快勝。ミレイさんたちのゼミは居酒屋食べ放題券をゲットした。もう翼くん？はい。ミレイさん怒ってる？どうしてサッカー経験者だって隠してたの？別に隠していたわけじゃ。大学に入ってからはやってなかったので、わざわざ言うことじゃないかなって。そんなの関係ない。今日の翼くんのプレーすごかったよ。ありがとうございます。ミレイくんは大のサッカーファンだからな。そうだったんだ。俺のプレーを楽しんでくれたってことかな。嬉しいな。お疲れ。あ、陽介、ごめん、忘れてた。ミレイ。嘘。陽介さん、足どうですか？俺、この近くに知ってる整骨院があるので、一緒に行きましょう。すばさ、プレイが最高な上にいいやつとか。自分で行けるよ。俺だってこの辺地元だし。そうですか。みんなで打ち上げやってこいよ。俺も来てくれるでしょ。来ないなんて言わせないんだから。はい。ミレイさんに腕をつかまれてしまい、俺はゼミの皆さんの打ち上げに参加することになった。翼くん、何飲む？俺まだ未成年なので、ウーロン茶をお願いします。オッケー。ミレイったら、すっかり翼くんがお気に入りね。そんなことを。それは今に始まったことじゃないさ。遠藤くんが私のところに質問に来ると、彼女は真面目な一年生だ、また来てくれるといいなと言っていたんだよ。ミレイくんは大学院の進学が決まってるから、遠藤くんみたいな積極的な学生にゼミに入ってほしいんだろう。そんな風に思ってもらってたんだ。だからね、私は翼くんのプレイを見た瞬間に鳥肌が立っちゃって。それさっきも聞いたよ。そうだっけ？おいおい、大丈夫かよ。もういっそのこと告白しちゃえば。え？何よ、私に告白されるのが嫌なの？そういうわけじゃ。これは相当酔ってるな。お水をお願いします。ミレイさん、大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。今日翼くん誘ってよかった。あの時私結構緊張してたの気がついてた？そうなんですか。うん、俺もミレイさんに誘ってもらった時ドキドキしました。でも一緒にフットサルできて楽しかったです。やっぱりチームでプレーするの楽しいですね。あれ？ミレイさん寝ちゃった。寝顔も綺麗なんだな。それからというもの、俺は毎日ミレイさんから声をかけられるようになった。翼くん、おはよう。おはようございます。今日ケーキを焼いてきたの。後で研究室に遊びに来て。はい。あれ絶対翼に惚れてるだろう。え？ミレイさんに片思いしていた陽介さんからはブーブー文句を言われている状態だ。俺はどうしたら。それ俺に相談する？すみません。でも他に相談できる人いなくて。たく、お前さ、サッカーの時は悩まずプレーしてるくせに。それとこれは別というか。同じだよ。まずは自分がどうしたいか考えろ。じゃあな、ミレイを泣かせたら承知しねえからな。はい。その日の講義が全て終わってから、俺はミレイさんの研究室を訪ねた。翼くん、いらっしゃい。お邪魔します。あれ、今日は誰もいないんですか？ええ、先生たちは今日は出張なの。だからゆっくりしていって。はい。ミレイさんと二人きり、
緊張するな。まずは自分がどうしたいか考えろ。俺はミレイさんと。はい、どうぞ。ありがとうございます。来てくれてよかった。え、それ翼くんのこと考えながら作ったんだ。ううん、それより前から翼くんのことばかり考えてる。ミレイさん、翼くんは年上って興味ない？あの私、年上とか年下とか俺よくわからないんですけど。そっか。でもミレイさんには興味があります。ミレイさんに会えるとすごく嬉しくて、ミレイさんと一緒にいると嬉しいけど緊張もするんです。どうしてかわからないけど。知りたい？え？どうしてか知りたい？はい。恋じゃないかな。私は恋だと思ってるよ。私と恋してみない？はい。こうして俺はミレイさんと付き合うことになった。ずっとサッカーばかりしてきたから恋愛がどういうものか全然わからないけど、俺に恋を気づかせてくれた彼女を大切にするっていうルールだけは絶対に守っていこうと思っている。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。